前ふざけんなよ。他に好きな人ができたってなんだよ、信じらんねえよ。ちょっと私まで濡れたじゃない。すいません、大丈夫ですか。最悪。はあ、水でよかったわよ。てか手大丈夫？ずっと転んじゃって最近ついてないんですよ。彼氏とは修羅場になるし恥ずかしい。ダサい彼氏ね。しょうがないじゃない、他の人を好きになっちゃったんだからね。えけどその人彼女さんがいるみたいで。でも彼女でしょ、結婚してないならいいじゃん。でも彼女さんに悪いですし。取られる方が悪いんだって。実はね、私も今の彼氏彼女いたんだけど取っちゃった。取っちゃえ取っちゃえ。頑張ります。取っちゃえ取っちゃえ。ミカ、ダメだよ、ちゃんと支払い関係の郵便は分けないと。家で仕事するから会えないって連絡しただろ。お酒飲んで仕事になるの？誰と一緒に行ってたのかな。おい、イタリアン？会社の後輩だよ。婚約指輪だって言われた通りにつけてるし。あ、今日ね、前に行ってたケーキ屋さんに行ってきたの。やっぱり結婚式はあそこのケーキで決まり。またその話か。まだ先の話だろ。先の話っていつも仕事忙しいって全然話できてないじゃない。ドタキャンだって今日で何回目？浮気疑われるのだって自業自得でしょ。もともと私とだってその話これからもするつもりか。ごめん、とにかく今日は疲れてるんだよ。じゃあお泊まりして癒してあげる。優しい婚約者がいてトールは幸せ者だね。どんな嫌がらせよ。つうか誰だよ。0383767665。意味わかんない。なんなのよこの数字。おいしそう。ちょっと作りすぎちゃって。本当に？嘘です、トールさんに食べてほしくて。トールに食べてほしくて頑張っちゃった。もしかして甘いもの苦手ですか？ああ、いや違うよ。君のこと見てると思い出すんだ。え？とても大切な人。いや、今の俺にこんなこと言う資格ないんだけど。その人は遠くに行っちゃったんですか？ミカさん、ミカさん落ち着いて話してよ。なんだこれ。なんなのよもう。
警察に相談しようよ。そんなの意味ない。え？だってこいつは広瀬かなたは。会社からだ。ごちそうさま。またね。はい。トール、どうした？助けて、嫌がらせされてるの、広瀬かなたから。は？あいつ、私たちの中を。そんなわけないだろう。彼女がそんなことできるわけないだろう。彼女はもう。ねえ、本当なの？信じて。その名前は口にしないでくれ。どいつもこいつも。荒れてるね、お姉さん。あんた、なんで？さっき書いてもらった住所、チラ見してきちゃった。あっそう。俺がお姉さん助けてあげる。見返りは？そうだな。トールさん？ごめん。なんでだろう。君といると落ち着くんだ。ダメだと分かっててもどうしても。いいんです、少しでも私と一緒にいて安らげるなら。私はそれで。それくらい安いもんよ。